地球温暖化の、記事や論評が相変わらず、少しずつ出るわけですね。本当に世の中というのは、本当に大きな嘘が、ある一時代を作るわけなんですが、その典型的なものがダイオキシンが猛毒だってやつですね。全然猛毒でも何でもないわけですが、一時そういうのに、日本の社会が揺れたことがありますね。しかし今、私、大学生にですね、環境を教えるときに、ダイオキシンは毒がありませんよって言っても通じないんですよ。なんで通じないかって言ったらですね、ダイオキシンって何ですかってこうなっちゃうんですね。確かに今の20歳の例えば大学生にしてみればですね、今からもう15年ぐらい前にほとんどダイオキシンの話ってなくなってきたんですね。そうしますと、物心ついた小学校の高学年ぐらいからはもうダイオキシンっていう話が社会にないんですよ。もちろん焚き火は相変わらずされておりますし、だいぶなくなりましたけどね。焼却もしてるし、日常的にあれほど騒いだダイオキシンがどこに行ったんだと、いうことになるんですが、本当に無責任な日本社会っていう感じがしますね。そういう意味では温暖化がそうなんですけども、政府、専門家、そしてマスコミはですね、温暖化という巨大詐欺というのがもう分かっているわけですね。情報が彼らは多いわけですから。早く日本人にそれを知らせてですね、無駄努力と言いますか、そういったものをですね、少しでも減らすということがですね、非常に大切だろうと、そういうふうに私は思いますね。そうしないとですね、本当に、日本人は何か嘘の社会にですね、生活をすると、そういうふうになると思うんですね。で、つい最近、ある外国の報告に、表紙に載せたようなデータの捏造が示されました。これは捏造されたデータは、プエルトリコのある市でですね、捏造したのは温暖化の世界的な中心機関の一つである GISS というところだと言われております。左が測定された本当の生の気温、右がそれを加工した気温でですね。で、このままその測定のまま発表したのでは、2014年の気温がですね、世界最高、歴史上最高にならないので、データを捏造して、なんとか2014年、去年ですね、去年の世界の気温を過去最高にしようということでやったと言われております。しかし、これでですね、なんとか捏造して、今までの最高が14.55度だったんですけども、それが57度になったと、いうことをもって、史上最高というふうにマスコミは言ったんですけども、マスコミには大学時代に科学を勉強した、理科系の人はいないんですね。こういう制度というのは、第4桁目が正しいためにはですね、各測定値の4桁目が正確でなくちゃダメなんですけども、そんなことはないんですよね。ですから、こういうこと自体が新聞とか NHK がこれを大々的にやったんですけど、NHK の中には理科系の人はいないということを示しております。それはそれと別にしてですね、この14.57度ってこと自体がインチキだったと、いうことですね。だから本当に何重にも嘘をついて国民を騙すと、いうことですね。で、嘘をもとに政策を決め、それをマスコミが報道するってことは、日本のためにならず、もちろん結果として子孫のためにならないことは、これは言うまでもありません。1997年の京都議定書からもうすでにですね、18年も経っておりますが、京都議定書で日本がはめられたと、政府がはめられた、日本政府がはめられたということを国民にバレてはいけないということで、世界で日本だけが温暖化対策をしているということになるわけですね。この嘘を強行するためにかなり無理しておりまして、NHK は2006年の NHK スペシャルでですね、ツバル放送をやらせをすると、要するに、地盤沈下で浸水しているところをわざわざ大潮の時に取りに行くということをやりますね。で、マスコミも温暖化の情報が捏造されているということは知っているのに、政府におもんばかってですね、国民を騙し続けるということですから、テレビの主人公は国民なのか政府なのかと、こういう感じがいたします。最近、ある超大手の重役さんにお会いしたらですね、我々は真面目にエネルギー削減の計画を出しているのに、マスコミは全く出さない、エネルギー増やしてばかりだと、彼らは言論を持ってるんでも平気だと、腹が立ってしょうがないっていうのことを言っておりましたが、確かにマスコミの決定が法律を上回る時代ですね。例えば少年法なんかそうなんですが、
そんなことも起こり得ると思いますが、やはり適切でないということは明らかであります。地球温暖化については2009年のクライメートゲート事件で大幅なデータ捏造が露見したわけですが、スタップ論文なんかですと本当に小さなことで、我々若い研究者がやったことをあれほど騒いだのにですね、根掘り葉掘りやったのに、政府が進めているものについては長いものに巻かれろということで、メディア、もちろん NHK はそうですが、そういうところから報道しないと本当に悲しいですね。やっぱりマスコミこそですね、強いものに、をやっつけてほしい。やっつける必要ないですけど、明らかにしてほしい。それでこそマスコミという大きな機関の抵抗力が効くわけですけど、今マスコミが一番弱いかもしれませんね。あるいはビク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 してる感じがします。視聴者からはバッシング受けないの、受けちゃいけない、クレーム受けちゃいけない、政府から文句言われちゃいけない、どっちにも顔を立てて当たり障りのないことだけ言ると。だからダイオキシンにしてもこの温暖化にしてもですね、嘘を言っちゃったからしょうがない、だん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 フェードアウトするようにしたいというのはこんなことになるわけです。しかしですね、子どもたちが騙されて教科書にも温暖化が書いてあるという、そういう異常な事態を早く直す必要があります。このブログで再々言っておりますように、温暖化というのは未来のことではなくて過去のこと、つまり過去に我々は戻ろうとしているわけですから、過去に戻るのに何の心配もないわけですね。ですから過去のことを未来のように言うという、そういうこともですね、この際やっぱり改めた方がいいと、そういうふうに思います。こういった捏造がですね、次々と、これの真偽がどこにあるかっていうのは、もう論文の真偽ってのは本当にわからないんで、しかしこういうことが次々と出てくるということ自体がですね、これは学問ではないということを示しております。